皆さんこんにちは、ミキです。はい、今日はですね、 Excel の2021年秋冬の新作をご紹介していきたいと思います。まだちょっと発売前で、今月の終わり頃、10月の26日にオンラインでまず発売されて、で28日から店頭に並ぶっていうことなんですけども、ちょっとね、先取りしてアイテムをいただきましたので、それをね、全種類ご紹介していきたいと思います。はい。で、今回ね、ざっと紹介していくと、アイシャドウが8種類と、ハイライトが2種類、フェイスパウダーが1つと、あと、まあ、アイシャドウプライマーって言って、まあ、アイシャドウ乗っける前の、下地みたいなものですね、が1つあります。まあ、あとは、チークブラシ。まあ、チークとかハイライト乗せるのに、使えるブラシが1つ。こんな感じになってます。ということで、まあ、それぞれね、ちょっと詳しく説明していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていっていただければと思います。それでは、どうぞ。で、まずアイシャドウ。アイシャドウが今回8種類あるんですけども、まあ、それをね、それぞれ紹介していきます。まずこちら。全部で8個あるんですけど、上の4つですね。これが、今回の秋冬で出た新しいラインの新作になってます。うん。で、まあ、どういったものかっていうと、まあ、これがグロッシーっていうタイプのラインになるんですけれども、まあ、ラメだったりとかパールがしっかり入ってる、まあ、光が当たると結構こうツヤツヤキラキラっていう発色をする、割と華やかめな質感のものになってます。で、そのグロッシータイプの01、02、03、04番、はい、4色になってます。で、あとの4つ、これがね、2個ずつまたちょっと種類が違うんですけれども、こっちの2つ、これがですね、フラフィーっていう、前からあるラインではあるんですけど、その中の新色が新たに2色、はい、追加されるっていうことで、新しい2色になってます。うん。で、このフラフィーは、セミマットな質感になってるんですけれども、乗せてみると本当にね、なんかふわっとしてて柔らかい感じのね、質感になってくるので、私はすごくね、この質感が、好きだなと思いました。フラフィーの新色07と08番ですね。はい。で、最後、この2色。これがですね、リッチっていうタイプのものです。で、このリッチも、まあ、前からあったラインなんですけれども、グロッシーほどラメ感が強くないので、もうちょっとこう、上品なツヤというか、うん、の大人っぽい印象のラインになってます。はい。それの07番と08番ですね。アイシャドウはこんな感じです。はい。ではまず手元で、色を見ていこうと思います。これが、グロッシーの01番。ちょっとね、ピンク味のあるベージュっていう感じです。はい。まあ、結構ほんと、ツヤ感がね、しっかり出てますよね。はい。これが01番です。グロッシーの02番です。これがね、今回の中では一番薄い色です。薄い色です。で、結構、パッケージで見ると、ベージュっぽい感じなんですけど、実際つけてみると、本当に、ね、ちょっと、シルバーっぽいというか、肌にすごく馴染むので、あんまりこう、色味がわからない色になってます。でも、とにかくこの本当、ツヤ感すごいですね。ツヤツヤ。これが、グロッシーの02番です。そして、次、こちら。これが、グロッシーの03番。はい。ちょっとね、黄色みのあるオレンジ。まあ、すごく今っぽい色ですね。はい。これ03番です。で、グロッシーの最後04番です。こんな感じ。なんかね、これすごい不思議な色で、オレンジっぽいような、ピンクっぽいような、ブラウンっぽいような感じの色。まあ、ちょっと赤みのあるオレンジなのかな。はい。っていう感じの色です。これが04番。になってます。はい。このグロッシーのタイプは本当に光がこう当たると、すごいね、キラキラツヤツヤって感じが出るものですね。で、その次、フラフィーと新色07番。07番がこちらです。ほい。ちょっとまたね、こう質感が変わってきて、さっき言ったみたいにセミマットの、質感になってきます。色としては、赤みのあるオレンジ。
さっきのこのグロッシーのものよりもちょっと明るいものですねになってます。ほんとふわっとしたあのすごい可愛らしい質感なので、まあ色もね今時で可愛いと思います。はい、これがフラフィーの07番です。同じフラフィーの08番、よいしょ。はい、こんな感じです。今回の中では一番濃い色ですね。あのブラウンの中にほんのり紫っぽいピンクっぽい色が入ってる、まあ柔らかい上品なブラウンっていう感じです。やっぱりこうふわっとしてて可愛いですよね。うん、これもなんかねつけてみてすごい好きでした。はい、これ08番です。最後がリッチっていうラインですね。これがちょっとカーキっぽいような色になってます。でこれもパールがねしっかり入ってるので、まあ、さっきのグロッシーとちょっと似た感じの質感になるかなと思うんですけれども、まあ、グロッシーよりほんのちょっとなんだろう、ラメ感が抑えられたというか、そこまでこう華やかではないけど上品なツヤがあるっていうラインですねの07番になってます。最後がこのリッチのタイプの08番です。はい、こんな感じ。これもね薄いタイプなんですけれども、まあ見たままの感じ薄いベージュっぽい色になってます。はい、これが、リッチの08番です。今回の発色全色手に出してみました。はい、どうでしょうか。まあ、個人的にはねやっぱこの辺の色がすごく今っぽくて可愛いかなと思ってます。はい、ちょっとバババッと紹介していっちゃうんですけども、まずハイライト2色、ドレープドシマーグローっていうハイライトですねになってます。まあ色が DS01 番、 DS02 番で2色あるんですけれども、01番の方がちょっとピンク味の強いハイライトになってます。とあとは、02番、02番がベージュ系のものですねになってます。あとはパウダー、これがもうフィニッシングパウダー、最後にこうね叩いていくパウダーになるんですけれども、結構そのフェイスパウダーって皮脂を抑えたり化粧崩れを抑えるものが多いのでマットな質感になりがちなんですけれども、まあこれはちゃんとねツヤを残しながら化粧崩れを防ぐっていうものなので、こう叩いた後の質感がマットになりすぎずちゃんとこうツヤを残してくれるっていうね、まあ、私も特にあのせっかくねクッションファンデでこうツヤツヤに整えたのに、そのツヤを消しちゃうのが嫌でフェイスパウダーを普段しないんですね。なのでまあそういった本当私にはぴったりのあのツヤを残しながらいろいろねまああの整えてくれるっていうものなので、まあこれがラスタリングシアーパウダー、フェイスパウダーになってます。はい、あとはまあチークとかハイライトに使える筆ですね。とあとは、アイシャドウのプライマー、はい、まあアイシャドウの下地になってます。ということでこれもちょっと色を見ていこうと思います。まずね、01番の方ですね、ピンクっぽい方です。ちょっとがっつり取りすぎたかな。はい、こんな感じ。うっすらちょっとピンクっぽいパール入ってるのわかるかな、動画だとわかんないかな。結構ベチョーってつけたからちょっとねギラギラしてるかもしれないんですけど、本当に軽くあのうっすらこうやってつけてあげるとすごい自然なね、あの、綺麗なツヤ感が出ると思います。はい。これがね、01番のピンクの方です。02番の方ですね。が、こんな感じです。まあ、並べてみるとわかるかな。やっぱちょっとピンクっぽさとベージュっぽさありますよね。うん。で、このベージュっぽい方が多分、肌馴染みがいい色になってきます。はい。なので、まあ、結構明るく見せたい人は01番。で、なおかつ、まあ、ピンクっぽいのがね、似合う方とか、ワクチですね。で、なるべくこう肌に馴染ませたいとか、肌がちょっと暗めの方だったりとか、イエローベースの方は、まあ、こっちがね、馴染みやすいんじゃないかなと思います。はい。この2色。すごい綺麗なツヤ感です。はい。それでは実際に、顔につけていこうと思います。はい。で、アイシャドウ塗っていく前に、まずね、これ、プライマー、リットアイベースを、使っていこうと思います。まあ、これはね、なんかほんとコンシーラーみたいな、あの質感になっていて、まあ、コンシーラーよりほんとサラッとしていて、まあ、肌のくすみだったりとか、はい、アイシャドウのノリを良くしてくれるっていうものですね。で、これはもう指にとって、ちょちょちょっとつけていきます。うん。
なんか思ったよりベトベトしてないのですごくね使いやすいです。結構こういうプライマーによってはね本当に白くなっちゃうものとかもあるので、それで考えると本当自然なベージュっていう感じなので、特になんか腫れぼったくならずに済みますね。はい、こんな感じです。うん、ここにアイシャドウのけていきます。はい、まずグロッシーの1番と2番です。これを片目ずつつけていきます。まず01番です。で、01番はこんな感じ。うん、かわいい色ですね。これはね、ちょっと薄めのピンクベージュっていう感じの色になってます。うん、こんな感じです。逆側が02番。さっきのがちょっとピンクがかってたんですけど、こっちはね、なんだろう、ちょっと白っぽいベージュっていうのかな、薄いちょっとゴールドっぽい感じもあるんだけど、うん、なんか白みがかったベージュっていう感じです。こんな感じです。01番と02番です。うん、まあ、両方とも割と薄いのでベースに使うか、あとは2番、02番とかは涙袋とかにね入れても可愛いのかなと思います。はい、で次が同じグロッシーの03番と04番をご紹介していきます。この2色はすごくなんか今年っぽい色というか秋っぽいし、すごいね使いやすいと思います。こっちが03番です。うん、可愛い色。これはちょっとね黄色みのあるオレンジっていう感じですね。はい、こんな感じです。うん、いやすごい使いやすそう。なんか単色でもね絶対使いやすいし、まあ、濃い色このように重ねても可愛いんじゃないかなと思います。はい、これが03番です。次04番です。よいしょ。お、なんか思ってた色とちょっと違うかも。パッケージだけ見てたらもうちょっとオレンジっぽいのかなと思ってたんですけど、意外となんかブラウンっぽいのかな。はい、こんな感じの色です。で、そう、なんかね不思議な色、多分オレンジブラウンみたいなのがベースなんですけど、なんかねピンクっぽいラメも入ってるし、まあそれこそねちょっとなんかゴールドっぽいような感じもするし、まあブラウンっぽい感じもするし、なんか本当にピンクとオレンジとブラウンが混ざったような色っていう感じ。いやでも私これめちゃくちゃ好きです。グロッシー03番と04番です。そしたら次がフラフィーっていう種類ですね。フラフィーの、7番と8番。はい、こちらです。これをご紹介していきたいと思います。はい、で07番がこんな感じです。ちょっとオレンジっぽいアイシャドウになりますね。はい、こんな感じ。セミマットな質感のものになってます。で、逆が08番ですね。お、はい、あー、これもね可愛い色ですね。まあ全体的にブラウンっぽい色なんですけど、なんかねほんのちょっと紫が入ってるのかな、ちょっとスモーキーな感じ。いや、めちゃくちゃ可愛い大人っぽいブラウンっていう感じです。最近は結構ね赤みっぽいオレンジブラウンっぽいのが多いんですけど、なんかねまたそれとは全然違った感じ、はい、がします。やっぱまあセミマットっていう質感なんですけど、まあ、マットすぎず本当にねなんか柔らかい印象になるので、すごくまあ、さっきのグロッシーともねまた違った面白い質感だと思います。これがフラフィーの、7番と8番です。はい、でアイシャドウ最後、リッチっていうタイプですね。はい、こちらです。これがリッチの7番と8番です。はい、まず7番ですね。7番が、おー、なんか今回の中では一番使う人を選びそうな色です。いやー、私めっちゃ似合わないこれまあ逆にイエベのね秋の人とかはすごくね使いやすい色だと思います。でアイシャドウ最後リッチの8番塗っていきます。うん、なんかこれはグロッシーの2番とちょっと似てるのかな。
少しね、薄めのベージュっていう感じの色です。グロッシの2番よりはちょっとね、発色がもうちょっとしっかりしてるのと、あと、ま、ツヤ感がね、多少抑えられてる感じのものになってます。はい、こんな感じです。うん。で、まあ、リッチタイプ。今使ったリッチタイプは、ツヤはね、しっかり出るんですけれども、あんまりこう、華やかではない、ギラギラしてない感じなので、上品な質感になってると思います。アイシャドウはこんな感じでした。はい。で、次は、ハイライトをご紹介していきます。で、こちらですね。ドレープドシマーグロ。はい。こっちが DS01 番。で、こっちが DS02 番です。まず01番の方からつけていきます。で、まあいつもね、ハイライト入れる場所に入れていこうと思います。はい。おお、すごいツヤ。結構パール感すごいですね。ちょっとわかりづらいかな。まあ普通のハイライトのパウダーと同じなんですけれども、割とねピンクのパールがぎっしり入ってて、動画で見てもあんまりわかんないと思うんですけど、実際に肌見るとね、ちょっとなんだろう、ピンクっぽいパールがブワーってあるなっていう感じがします。なので、ちょっとね、つけすぎちゃうと、ほんとにピンクピンクしてきちゃうから、ちょっとね、気をつけて、控えめにのせるといいですね。もう片っぽに、さっきの02番、ベージュの方をのせていきます。同じ、眉の下から目の下までですね。こんな感じです。どうでしょうか。うん。まあ、やっぱこうやって比べてみても、ちょっとこっちの方がなんか白っぽい感じがしますよね。まあ、ベージュの方が、もちろんツヤはしっかり出てるんだけど、肌馴染みがいいから、すごくね、自然な質感っていう感じかな。はい。まあ、あとはパーソナルカラー的に私は多分ピンクの方が合うから、こうトーンアップして、ちょっとね、見えるのかもしれないですね。まあ、イエローベースさんとか、ちょっと肌のね、トーンが暗い方は、こっちのピンク使うとちょっとね、白浮きしそうな感じがするので、白い人とか、ブルーベースさんはピンク。で、まあ、イエローベースさんとか、ちょっと肌のトーン暗い方は、こっち、ベージュを使ってあげるといいんじゃないかなと思います。で、最後、こちら、ラスタリングシアパウダー。最後の仕上げのパウダーですね。これを全体にバババーっと乗せていきます。ほんと軽めにさささっと滑らせていく感じですね。あんまりついてる感じがしないかも。良くも悪くも。はい。全体的に塗れました。正直ね、なんかあんまりこうパウダーをはたいた感はないですね。で、結構他のパウダーって指がサラサラサラってなると思うんですけど、どっちかというとね、ちょっとしっとりさが残っている感じがしますね。まあ、確かに、クッションファンデの、ツヤが、ちゃんと残ってる気がします。うん。まあ、マットすぎない、本当に綺麗な透明感が、残っている、感じです。私みたいに、パウダーでマットな質感になっちゃうのがすごく嫌だっていう人は、うん。やっぱり、ツヤが、ちゃんと残るので、すごくね、使いやすいんじゃないかなと、思います。あ、あと一個。これ今は使わなかったんですけど、さっきね、チーク乗せるときにちょっと実は使ってて、まあ私普段ね、ヘアメイクでは、結構ちゃんとした熊の筆っていう、筆をね、使ってるんですけれども、まあこれもね、割と、肌当たりがすごく似ていて、ゴワゴワしていないので、使ってて心地がいいです。はい。と、あとはまあね、パウダーのもの乗せるときに、結構しっかり広げられると思うので、はい。これもすごい使いやすかったです。はい。今回、10月の26日発売のエクセルの新作をドーンと、はい、ご紹介していきました。どうでしょう。なんかほんとたくさんあってね、迷っちゃいますけど。まあ、個人的には、やっぱりアイシャドウかな。アイシャドウの、グロッシーの4番と、あとフラッフィーの8番。はい。まあ、ちょっとね、両方とも、ブラウンっぽいような感じだったんですけど、その2色がほんとすごくなんか新しいなっていう感じがしてて、まあ、他の色は正直、まあね、他のブランドとかでも出てるような色だなっていう感じがしたんですけど、その2色が、本当に、
あの、Excel でしか見たことない。まあ、初めて見た色だったので、この2色、すごくね、私は気に入ってます。はい。ということで、まあ、Excel ドラッグストアだったりね、あの、プラザだったりとか、結構ね、あの、手に入りやすいし、うん。で、アイシャドウもね、さっきの1個で1000円いかないぐらいなので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。